北海道はこの後1週間雪の量が多くなる恐れがあります。宇野澤さん、はい、この後も北海道はちょっと雪の降りやすい天気が続いていくんですね。そうですね、まあ、変則的な冬型が続いてしまうということがありますのありますけども、それにプラスして上空1500メートル付近気温だいぶ低い、まあ、つまり寒気が入ってきているという感じになりそうです。はい、では行きましょうか。まず気圧配置です。上の段が8日9日10日暗黙金土、下の段が11日12日13日日月火です。明瞭な西高東低とは言いにくいんですけども、はい、それに近いような形が続いてしまうという形なんですね。で続いて上空の気温の方を見ていきたいと思いますが、ちょっとこの北海道の位置確認していきたいと思いますけども、上空の気温、これが7日の午前9時です。色が少し、まあ、白っぽいところがありますけども、これがですねマイナス6度、よく平野で雪となる目安のラインと呼ばれているやつです。はい、でさらに色が紫のところはマイナス12度ということで、さらに強い寒気です。北海道すっぽり覆われている状態で、時間の方を進めていくと8日それから9日10日11日12日13日になるとようやっと少し離れていくかなって感じになるので、はい、まあ、寒気の方がずっと居座ってしまう。で結果として、天気の方の流れとなりますが、こちら北海道アイコンの方で見ていきますと、特に、まあ、釧路函館は、ね、ちょっと晴れる日 もあるんですが、それ以外のところに関しては、まあ、特に土曜日まではしっかりとした雪の降り方になりそうです。まあ、こういう時期になってきましたので、この雪に関してはもうどんどん積雪していくものというふうに見ておいた方が良さそうです。はい、わかりました。北海道ではこの後積雪の増加に注意をしてください。なこちら、最新の失礼しました、最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。